ていうか、あと FA って誰が残ってんの？ちょっと、あと FA 残ってる選手教えてほしいな。ポイントガード、シューティングガード、スモールフォワード、パワーフォワード、センター、まあクリスチャンウッドとかでね、とメイソン・プラムリーとか、ブーブレ、ビヨンボ、クレイグ、ビーズリー、トリトン、バンバ、タナシス、サイブ、あとノエルやな、ノエル、ニーミア・スケーター、ニーミア・スケーターってポジションどこだ？スモールフォワードだっけ？ディアロ、ウィンズロー、ベイズリー、サリッチ、グリフィ、エドモンス。エドワーズ260ミリオンね。話をしたっていうか、まあ、リアクションは。はい、TJ ウォレン、テレンス・ロス。トスカの そうか、トスカの、いたか。トスカの厳しいだろう。それで言ったら、あと、あれだな。RJ ハンプトンか。RJ ハンプトンもやっぱ厳しかったよ。俺、厳しい選手当てるの得意なんだよな。めちゃめちゃ性格悪そうに聞こえるけど。タリル・テリーとか、RJ ハンプトンとか。厳しいだろ、こいつっていうやつ。あと、アブディアムとかもそうだね。結局まだ契約もらえてないしな、延長。タージ・ギブソンか。タージはもうさすがに引退も視野に入れていそうな気もするけどな。ニリキナ、カルバ、カルバ。カルバも厳しいよ。だから、俺やっぱ厳しい選手当てんのうまいんだよな。ジャレット・カルバーなんて、やっぱ NBA YouTuber の中では一番最初に厳しいって言ってた自信あるね。あ、ウィリエル・ナンゴス、ポール・リード、アイザイア・トーマスは忘れよう。あ、ゲイブリエルもか。ロロ、ジボンテ・グリーン、まだいるんだな、こう考えると。ドスンム、そっか、ドスンムもか。ウィルバート、テレンス・デイビス、エレビ、いや、エレビも厳しいってだから。エレビも書く必要あるか。そういえば、ウルブズ取ったんだよな、エレビ。ホワンチョか。ホワンチョも、まあまあ、ミニマムで誰か取るか取らないかぐらいな。ケンドリック・ナンか。ナンは一応がポイントガードにしとくか。ワットフォードか。ダニー・グリ、ロス・カイタ、ディリック・ジョージ・ジュニア、DJJ。結構いるな。まあでもそりゃそうだよな。まあ2巡目抜きにしてもさ、1巡目だけでさ、新しい選手が30人入ってくるわけじゃん。3、4、5、6、7、8、10。今40人書いたけど、まあ2巡目も契約もらえる選手も10人ぐらいいるとしたら、やっぱ毎年こんだけ入れ替わるってことだよな。いや、厳しい世界ですわ。で、それを考えると渡辺優太すげえよ。こんなにまだ契約残ってる中で、1日目で決まったんだから。すげえよ、それ。あ、あとハレルか。一応センターにしとくか。で、バックスか。バックスに、ビーズリー。まあ、ちょっとだからパッとコナートンだな。カナトンが結構しんどいかもね。あとはロロ。ビーズリー安いな。クレイグがブルズと2年契約。クレイグブルズ行ったんだ。ロペス3年、あ、3ミリオン。ロペスは兄弟揃いましたね。ブルロペ、ロビンロペス。クレイグは5ミリオンぐらいか。知らんけど。こんなもん？あとプラムリーか。プラムリーがクリッパーズに出戻り？ミニミドルぐらいだっけ？ 5.8 ミリオンとかだっけ？安いよな。いや、クリッパーズいい動きしてるよな。エリゴを解雇してウェストブルックとプラムリー安く取って、で残りの FA がこんな感じなんですが、まあ、多分まだいると思うけど、ビーズリー決まり、クレイグ決まり、プラムリー決まり、あとはロビン・ロペス決まり。いや、プラムリーパワーフォードに入れちゃって、こんなもん。いやー、ノエルまだ決まんねえのか。で、俺もうね、多分 NBA 残れないのは、多分 RJ ハンプトン残れなさそう。あとエレビーでしょ？カルバーでしょ？タナシスはわからん。トスカノも残れそうな気しないんだよな。デドモンも厳しそうな気するな。イズリー厳しい気するけど、どうだろう。まだ若いからワンチャン。ホワンチョももう厳いかな。いや、ジョン・ウォールはギリミニマムでどっか拾われる気はする。ギリギリね。ダニグリももう厳いんじゃない？ディフェンスうめえなと思わないもんな、最近。まあ、タナシスはヤニス効果で残るんか。タージも厳しいか。ドスンマはなんでシカゴを残さないの？まあ、ちょっとセカンドハンドラー多すぎ問題はあるよな。他からのオファーを多分待ってるんだろうな、ドスンムに関しては。あれ制限付きじゃなかったっけ、ドスンムって。だから他からのオファー待って、オファーが全くなければ安い契約でオファーできるから、なるべく周りからのオファーを待ってるとか。確かに保安庁も厳しそうだけど、ちょっと思い入れがあるから。本当はタナシスも厳しいはず、本当はね。ウィンズローも厳しい気するけどな。正直モーバンバも厳しいと言いたいぐらい。ウィリーも厳しいか。って感じですかね。よし。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。